皆さんこんにちは。内藤証券株スタ7110より8月19日のマーケットトゥデイをお送りいたします。本日は投資調査部の北原が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は前日比59円高の 1万6545円と反発しました。ただ終始1万6500円を挟んだ方向感の乏しい展開となりまして、昨日のニューヨークダウンが高値圏で方向感のない展開となったことを、方向的にはこう引き継いだかなといった感じです。週末ということもありますが、やはり来週米国の4、6月期 GDP が発表されますので、そういったことを控えまして動きにくい展開だったのかなと、そのように感じる一日となりました。では現在の株価の位置を冷やしチャートで確認します。こちらをご覧ください。はい、日経平均株価は25日線を約2週間ぶりに、昨日は下回ったんですが、今日はかろうじて回復してきました。終わり値でですね、回復してきました。で、この先株価の下落が続いてしまいますと、やっと上向きに転じた25日線がお辞儀してしまって、調整色が強まってしまいますので、この赤い線の75日線、16,300円どころ、ここはなんとか死守しながらこう下値を固めてほしいなといったところです。はい、で価格帯別出来高と日経平均株価の位置からトレンドのチェックをしておきましょう。日経平均株価は6ヶ月間の株価の平均値である26週線は、かろうじてここは守っています。ですから現在の株価というのは、下落トレンドの中の自立反発局面という見方が続いていると言えそうです。そして、株価はこの1万6600円から1万6700円の、価格帯別累積の見られた水準を下回ってしまいまして、現在この辺りを行ったり来たりといった、言ったところです。この1万6500円というのはですね、25日線もありますし、それから7月の終値が1万6569円なんですね。ですから、この過去20年間の8月の、株価の騰落率を見ますと 75% の確率で、8月は下落しております。ですからこの1万6500円の水準は死守して、なんとかプラスに持っていきたいなと、そのように期待してしまうところです。今後ですね、下値を固めて上昇する場合には、出来高の累積の増えたこの1万6600円ですね、このあたりをもう一度上回らなければいけないので、それなりのエネルギーが必要になってきます。出来高を伴った上昇に期待したいところです。でそれが可能なのかどうかなんですけれども、トピックスで見てみましょうか。トピックスは25日線も75日線も下回ってしまっています。で週足を見ても13週と26週線の間のところで足踏みしている状態で、上値の重い展開が続いています。円高株安の関連性が薄れつつあるのかどうか、これなんですけれども、この2月と4月それから6月に日経平均が安値を下げたときは為替も円高となりまして、連れ安となりました。為替が円高だから株価が下げたということも言えると思いますけれども、ただ8月以降は円高基調でも株価に反発が見られておりまして、比較的堅調さが見えてきています。これは3月期決算企業の第一四半期決算発表が終わりまして、期初よりも想定為替レートを円高に修正した企業がありますので、こうした円高に対する企業業績への過度な懸念が和らいできたこと、こういったことがこう円高に対する株価の底堅さの見られる要因なのかなというふうに見て取れます。それからもう一つ見てみましょう。ドルベースで見た日経平均株価です。今申し上げましたように円高でも株価が比較的堅調なことから海外投資家が重視すると言われております。ドルベースの日経平均も昨年11月のこの高値を突破してから、比較的堅調な推移が見られております。ですからこうした動きを見ますと、今年の8月はひょっとするとこの月間騰落率プラスになる要素はまだあるのではないかというふうに考えられます。
まあ、その理由としまして、今見てきたのもそうなんですが、東証一部の全銘柄のチャートを見たときにですね、およそ7割の銘柄は上値の重い展開が続いているんですが、中には、株価の上に位置していた、移動平均線を株価がこう上回りまして、底値をこう上値を切り上げて、上昇してきている銘柄がちらほらと見え始めてきました。でまた大型株の主導から、中型株の一部にもこうした動きが見られております。さらに中には、為替の影響を受けやすい銘柄もこうした動きの見られるものがありますので、トレンドの変化の可能性というのは、まだ期待は持てるのではないか、そのように考えております。では日経平均株価よりも戻りの早い銘柄の一部をご紹介しましょう。こちらになります。こちら旭化成や信越化学、小松、それから三菱電機、東レ、エアウォーター、東京エレクトロンなど、今日は7銘柄持ってきました。でこれ上と下にこう分かれておりますのは、この上というのは、今期の業績予想が前期比で減収、もしくは減収減益の見通しとなっている銘柄群です。トヨタもこの中に入ります。でこの下3銘柄というのは今期業績が増収増益の見通しの銘柄となっております。でさらに株価が上昇して、特にこの3つは株価が上昇している中でも、比較的、配当利回りも高い銘柄があります。それはこちらも一緒ですね。で株価上昇の原則は、業績の裏付けがあることが求められますが、この上の4銘柄に対しては現状では業績の裏付けと株価が連動していないことになります。ですから企業の円高対応力に期待した買いが入っているのではないか、そのように考えています。ファンダメンタルの先行指標となるのか、このあたりも期待したいところですね。でそれから業種別株価指数の推移、タイトピックスで見てみましょう。昨年タイトピックスでパフォーマンスが良かった業種、それから反対に、タイトピックスで相対パフォーマンスが低調だった業種です。どちらもタイトピックス、こちらは相変わらず上回り、こちらは下回っておりますが、そのパフォーマンスの推移に変化が見られています。主に7月8日以降にこうしたパフォーマンスの変化が見られたことを鑑みますとですね、やはり参院選で自民が圧勝したことで安定的な政権に対する期待で相場がこう変わってきたのかなというふうに考えられます。ではですね、こうして業種別の動向の株価の推移見ていただきましたけれども、この中に出てこなかった食料品ですね、もうすでに株価下落している銘柄が多いんですが、こうした銘柄、全部が天井、ほぼ全銘柄天井つけてしまった中で、逆の動きをしている銘柄もありますので、今日はその 1銘柄をご紹介します。今日はおつまみのナトリをご紹介します。こちらですね、ナトリはおつまみの製造販売をする企業で、主な商品としては茎わかめとかおつまみ合鴨ロース、チーズタラ等がございます。そして、今期はですね、長期借入金の増加が見られます。およそ14億円の借入れをしておりまして、このお金は新工場の建設に充てるということです。こうしたこう新工場の建設をして、新たな生産余力を出して、通期の予想は売上高420億円、営業利益は23億円と増収増益を予想しております。でチャートを見てみましょう。チャートは上値の重い展開が続いていますね。やはり大きな借り入れをしたということで、通期の営業利益の予想の金額に対して4割近い借り入れをしておりますので、こうした借り入れの金額を回収できるのかどうか、こういったところをこう見極めたいといったところで上値の重い展開となっているのかもしれません。工場は来年の5月に竣工されまして、生産能力は当面は 3,4 割アップを見ているということで、会社からのコメントです。借り入れた分を収益で賄えるのでしょうか、このあたりに注目してみたいと思います。では本日のマーケットトゥデイは以上です。ありがとうございました。